はい、はい、今回はここの辺の開かないところ、開かないところを開けたいと思います。元は収納だったみたいですね、こっち側は。で、反対側は開いてるんですけど、こっち側がちょっといまいち何かわからないっていうのと、あと向こうの最初リスター全く固定されて動かない開かずの間、開かずとなのか開かずの間なのかわかんないので、それもちょっと開けてみたいと思います。結構ホコリが、こんな量のホコリ見たことありますか？これだいぶな月日空いてなかったんじゃないかなって思います。下の方は少し掃除機をかけたんですけど、ここが付着しているのかな、動かない感じです。で、こっち側は一応灯があるんですよ、こんな感じでね。なので、まあ、何かしらスペースがあるはずです。で、反対側、手前はこんな感じで収納になってて、布を見てたと思います。で、今回はこっち側ですよね。少し隙間があるんですけど、ちょっとよくわかんないので、ここを開けたいなと思います。内側は側面側になってます。お、引き抜けそう。不思議な感じですね。ここが動くんですね。連動してる感じで。どういうことなんだこれ。普通はこんな感じになってるかと思ったんですけど、別で。だけど、こことここがなんか連動して動く。もしかしたらくっついてるのかな。どういう構造なんだこれ。ああ。どっかが固着してるのか、何なのか。お、抜けた。これがすごいですね。で、向こうが見えますね。ここか。なるほどね。ここになんかまだある感じ。で、ここ抜いたらこっち側からあっち開けれるかなと思ったんですけど、さっき止まってた場所。ここもなかなか難しいですね。これすごい新聞。このホコリすごいですね。こんなホコリ見たことありますか、皆さん。いつの新聞なんでしょうか。2003年2月2日日曜日の性教育新聞です。ちょっと一旦掃除機しましょう。床が沈んだって感じですかね、多分。この柱は、柱は大丈夫。下が沈んで、角度ができて、こっち側の戸が、こう、はまってるって感じですかね。収納が隠されてました、なぜか。開けてみましょう。なんかあったら怖いですけど。お、意外と普通に空っぽの収納がなぜか埋められてるっていう。こっちも開けてみますか。ここ逆戸ですね。は何もないですね。空っぽだけど、しかも割とこれなんか木が見た感じ、やっぱり新しい感じがしますよね。で、あとは説明書があるだけ。
そういうことか。はい、とりあえずこっち側は OK で、もう一箇所ここですね。この全く閉ざされた間なのか戸なのかを次は開けたいと思います。はい、上の方はなんか普通のビニールテープなのでカッターで切っていきます。これは多分簡単に取れるはず。はい、まあ普通の戸が出てきて、これが動かないと。あー、釘が下に打たれてますね。釘を抜けば簡単に開くそうな感じですね。ちょっと抜きましょうか。はい、抜けました。反対側も抜きましょう。あ、普通に開いた。抜けました。戸が、開かずの間が開いた。開かずの戸が開きました。結局何もなくて戸だけあったって感じですね。こう見ると分かりますが、かなり広いですよね。こうやって見たらかなりいいんじゃないかなと、まあ、広く使おうかなという感じですね。戸自体いらないかな。現状なんか使う予定ないので、オープンして仕切りが必要であれば、取っ手よりかはなんか壁みたいなものをした方がいいかな。ベニヤみたいなやつやって、断熱材、ベニヤ、いやどうなんだろう、まあ、分かんないですけど、あとはここにある台を取っ払っていきたいと思います。必要ないのでこれ取っ払いたいと思います。構造的にはブロックに、段差のスペーサーがあって、その上にこの天板が乗ってるって感じですね。とりあえず、まあ、片っ端からネジ止めされてるのでネジを抜いていきます。抜けた。抜けるんですよねこれ。固定が弱い。ちょっとね、いや欲しい。ドライバーとも向きにここに入ってますね。このシキドの溝向きに入ってます。100均でちょっとドライバーのビットを買ってみたんですが、使えるんでしょうか。多分使えるでしょう、ある程度使ってみます。
あはい、OK、これで取れるはず。せーの、OK、ゴキブリ、恒例のゴキブリ、ゴキブリが何匹か試合があって、これ包丁、包丁ですね。すごい、何包丁だろう、名前書かれてますね。すごいね、これかなり錆びてる。今度機会があれば研いでみますか。で、生姜と、これはトイレットペーパーかな。こんな感じで終わりました。多分ね、このブロック置いて下が水平じゃないんで、おそらく、まあ、角度調節のために木材を挟んでたんだと思います。コンクリにもビスが打たれてますね。それも取りましょうか。はい、もうちょっとバッテリーが下手って力がないので後日抜いておこうかなと思います。今日は赤砂間のところの方を、赤砂塔か、赤砂塔を抜いてキッチンの踏台を解体しました。とりあえずで、結構あの大きい一枚板は何かに使えないかなと思ってます。強度もありそうなんで、まだ使えそうなんで何かに組み込めたらいいなと思ってます。次回何するか分かんないですけど、とりあえずぼちぼちやっていこうと思います。では